はい、こんにちは。南相馬サイエンスラボの博士です。今日は、マスドさんのサイエンスラボ体験宿泊というタイトルで、現在川崎市にお暮らしのバングラデシュ人のマスド・モロさんがサイエンスラボを訪問しまして、さまざまな自然体験とともに地元の子どもたちと田植えを体験した様子について紹介したいと思います。現在さまざまな自然体験を提供するサイエンスラボ宿泊体験の中身について、どういったことが経験できるのか、体験できるのか、参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、こんにちは。南相馬サイエンスラボの博士です。現在、花の町駅に来ています。はい、マスオさん来ました。地域で愛されているスーパーに来ました。食材をちょっと購入したいと思います。はい、マスさんと一緒にサイエンスラボの畑に来ました。おー、すごい。できてますね。おー、大きいね。ありがとうございます。একসাথে এই সালাদ বানাবো, রান্না করবো, দুজনে খাবো। はい、サイエンスラボ着きました。いろんな体験します。OK。マスさんに薪割りやってもらってます。はい、ダンボールビリビリをやってます。はい、上手にできました。いいですよ。さあ、ありました？ ありましたね。はい、マスさんがご飯作ってます。今痛日は、い。はい、じゃあマスさんが炊いたご飯を見てみましおお、本当にできてょるう。ね。美味しそうですね。どこじにゃあ行おくの？茶碗こどうれで。ぞ。どこに行くこっちにはマスさんが作ったサラダとか、麻婆豆腐とか、味噌汁もあります。はい、美味しいご飯ができました。まあ、いいで嬉すしい。ね。そうですね。サイエンスラボの庭にはたくさんのビワの実がなっています。ちょっと触って柔らかいのは美味しいと思いますよ。そう、ビワですね。取りました。おお、いくつか収穫しました。はい、じゃあ食べてみましょう。マサさん、ビワ食べたことありますか？初めてですね。初めてですか？種ありますか？ちょっとみかんに似てますよ。甘酸っぱくて。はい、今からもみすり器を使って、こちらのもみを玄米にしていきたいと思います。じゃあ始めます。はい、もみすりができました。で、この玄米を今度は精米していきます。はい、さっきもみすりした玄米を今度は精米していきます。ミスはい、じゃあ開けてみましょう。おお。おお、白くなったね。このお米がこう白くなりました。もう全然違いますね。そうですすね。ごいね。いいですよ。マスド・モラ校長先生です。拍手。さあ、お米の種類は何種類ぐらいあるのかのクイズです。正解は3番の2万種類になり2ま万種類正解。すごい。お米は1粒からたくさんに増えることで知られています。正解は3番の20002000粒粒になります。です。2000粒正解。すごいね。だからこのまんま、さっきも言いました、深くです。深く。
いいか、じゃあ数えましょう。じゃあ5、4、3、2、1、オープン。さあ、いただきます。いただきます。じゃあ食べましょう。また、川崎でお会いしましょう。そうですね、またお会いしましょう。いろんな体験できましたね。はい、ビスティムでアイランビスティムでジェイタシーカルケビスティアシルナーとランダバナコラムタルボネアスケダンラゲラムジャーショワルニアタルボネピクニクルムトランダバナコレカイラムうん、ভালো লাগলো খুশি হইছে এখন নেক্সট স্টেপ অ্যাডভার্টাইজ করে চিরাশি তৈরি করে কিভাবে আমরা সামনে আগামো ওই কথাগুলি আমরা বলছি কেউ ありがとうございました。はい、増戸さんのサイエンスラボ体験宿泊の様子をご覧になっていかがだったでしょうか。実際にいろんな季節によっていろんなことを体験できることはいろいろあるんですが、まあ、たまたまビアがたくさんなっている時期でしたし、そうしたものの収穫もありました。お昼頃に来ていただいて鶏の卵を収穫し、飯ごす飯でご飯を作ったりですね、あとはまあ自分たちでパンを作って、そして朝それを食べると。まあそういったいろいろな基本的なものはあるんですが、季節によっていろんなことは体験できますので、もし興味のある方はぜひお問い合わせ、あるいは申し込みください。今日はマスドさんのサイエンスラボ体験宿泊というタイトルで、バングラデシュ人のマスドさんがいろんなことを体験したことについて紹介しました。これからもいろんなことについて紹介していきたいと思います。ありがとうございました。